土地伊坂こと伊坂警備は日本の男性初代プロサーファー。神奈川県茅ヶ崎市出身。茅ヶ崎市立西浜小学校、鎌倉学園中学校、高等学校を卒業後、大学受験に失敗。浪人生活を経て翌年各職大学に推薦入学するも半年で中退。プロサーファーへ。中学校、高校ではバスケットボール部キャプテンを務める。 アメリカ文化に憧れ、洋書店でアメリカのスポーツ雑誌を立ち読みし、アメリカ文化センターに通う。高校3年の文化祭では、バスケット部のキャプテンでありながら、アメリカンフットボール研究会を立ち上げる。高校2年の夏に、ベニヤ板と木星流骨組空洞サーフボードを自作、サーフィンを始める。西の三浦と茅ヶ崎のサーフィンクラブ、バーベリアンズを設立。 大学を半年で中退後、米国、カリフォルニアに渡り、サーフィン体験学習人生が始まる。米国カリフォルニアにて、サーフボードを制作技術をマスター。帰国後サーフボードのシェイアップをしながら、全国をサーフィン三昧。思い立ったら即行動。集中すると周りが見えなくなる。その後1979年まで、国内のコンテストで優勝入賞多数。 サーフィン海外体験を一般し、サーフィン専門誌に寄稿。サーフィンカメラマンとしても活動。サーフィンだけでなく世界の海岸の様々な環境や、世界のビーチリゾートの見聞を広める。バリアフリーのどこも平らで、バランスが悪くても生活できる都会型生活環境が人間の本来の能力を退化させているのでは本来人間が持っているバランス能力や、 姿勢の悪さが無駄な筋肉を動かし、基礎体力や運動能力が低下しているのではこれまでのウェイトトレーニングをこのバランスの悪い、姿勢の悪い状態で言っても効果はなどと疑問に思う。そこで、まず、本来の人間の持つバランスや高度な動作姿勢を見直し、体のバランスを整えてから必要最低の筋力を効率よく動かす。 フィジカルセンスをトレーニングする方法をフィジカルセンストレーニングとして2009年に提唱。人間の筋力で自然の力に立ち向かうのはナンセンス。土地いさのサーフィンの指導方法としても確立している。日本の海岸の長さは世界の6位でありながら一般の海岸の利活用は欧米の産業革命の劣悪な労働環境からのリクリエーション活動として始まった海水浴が 今も球体依然として受け継がれている。大自然は凄まじい力を持っている。それは自然の脅威であり、ある人にとってそれに立ち向かうチャレンジでもあった。海の波は台風や津波などの災害の要因と恐れられるが、平穏な日常の波の揺れる動き、そして放波する白い波や波音には癒される人も多いと思う。ビーチには 様々な自然のエネルギーが満ち溢れている。ビーチの風を感じる、そして風を楽しむプログラムをウィンドセラピー。ビーチの砂の柔らかい感触、その柔らかい砂の上を楽しむサンドセラピー。小さな波でもその力を感じて楽しむプログラムをサーフセラピー。海の揺れに体を任せてリラックスすれば自然のストレッチになるウォーターセラピー。 このビーチのセラピー要素をビーチセラピーとして2012年10月に提唱。2013年下田市の健康増進プログラムとしてシニアイ体操と海体験そして82歳の方もサーフィンを体験した。2014年千葉県商工労働部観光企画課砂浜の新たな利活用に関する研究会にてビーチセラピーを提案。2015年千葉県鴨川市にて ビーチクラブの活動にシニア向けのビーチセラピーを年間プログラムとして実施した。生態師マッサージ師ヨガインストラクターらと海のスポーツとリラクゼーションセラピーを合体させたビーチセラピーも提唱。サーフィンをはじめとする海のスポーツの指導の歴史は20世紀初期の木製の重たい用具の時代から用具の進化や 運動解析技術の向上によって力を入れなくても用具の操作が可能な時代になり力による操作は不要になった。ビーチクラブの年間活動を通じて様々な地球エネルギーの風そこから発生する波など水の動きそして重力を利用するための理論や用具の操作方法を事前に学習できればそのバランス操作で誰でも楽しめるスポーツであることを実証する活動を はじめ21世紀型スポーツアース、スポーツと2017年4月より提唱。この身体バランスによる用具の操作方法は、体の動きに共通したメソッドがあることを発見し、アーススポーツメソッドとして2017年11月に提唱。海といってもその多くは、海洋の土木や、動植物の学問、陸と海との大切な接点として存在している、地球の自然。 海岸を苗頭にしてきた日本。海との付き合いを陸と海洋のせめぎ合いのコンクリート、構造物で覆ってしまった日本。人々が海と接するところは海岸である。しかし、その人と自然の海との関係を考えるに、まず海と接する海岸からの学問の必要性を訴え、東日本大震災を機に海岸の大切を広く皆で学ぶためのテーマとして、 海岸学を2011年5月から提唱。ビーチクラブの毎月の活動から少しずつ実践を始めた。今後は資金が集まれば、海の各界の専門家を前いて、それぞれの活動をデータ化している。などなど、海のことなら何でも触手にしてしまう海親父。海やじ、山やじ、ビーチマリンスポーツ評論家を改め、海やじ既存の種目ジャンルにとらわれず、海や、 山アウトドア全般に遊びやレジャースポーツをテーマに活動するため、わかりやすい表記として、海では海親父を、山では山親父を自称。昔どこの街にも必ずいた世話好き、お祭り好きのおっさん、海の様々なコーディネーターをイメージしているとのこと。ありがとうございます。